録画開始しまーす。はい、しました。地獄のヘリコマンド C86 体験版。あ、今日の配信は0時前ぐらいに終わりたいと思います。深夜の部の深夜の部もなしでやりたいと思います。今日は攻略の部はもしかしたら昼やるかな、どうかな、下の21時前かな、どうしようかな、それとも全部終わってからにしようかな、どうしようかなはっきりしねえな、もう。しかし今回はあれですね、ネタ的な要素より、あの曲がいい、曲が素晴らしい、いいというか素晴らしいゲームや、ちょっと変わり種のゲームが、と変わり種のゲームと、そんな感じの流れてきてますね。割と豊作なんじゃないでしょうか。あ、でも2本は完成品か。曲が良いのは完成品か。はい、では地獄のヘリコマンド。まだパッドを見たい。とりあえずデフォルトでいこうかな。この辺なんか最初から装備してても、ミッション内容の確認とかあったっけ。あ、あれは若手さん。あ、そうか、右クリックは対空か。おう、ミッション1ぬるかった。
き換えてみようかな。そこで確かにそのこと一人スマイル貫通力にかける長距離砲長距離対空ダブル長距離マジで撃たれてる。待って、射撃モードの終わり方がまだあった。間違えた。やばい。敵に対抗ができない。地上波スコープでいいかな。地上ミサイルが必要だ。
コップできない。これどうやって倒そうかな。当たってる感じがしない。できるときとできないときロックできた。落ちねえとりあえず落ちね。やっぱ待機必要だな。今あれだからね、あのなんだっけ、対空ミサイルで攻撃してたしね。あ、ロックし続けないな。なるほど、できてたのはバグだった。これ V 破壊作ろうよ。あるのか。こっちね、ふん。長距離ミサイルロックできる。だいぶ今見せるのが分かってる。まだ一石いるんだよ、落ちるか。よし、お、もう3面もある。新たな装備か。
カノンやりました。初速と連射に重点に置いて小型ロケット輸送車両の全滅輸送車両だ連射の速さじゃん狙撃持ってきたっけ？これだ。違う、間違えた。間違えた。あれ？てか、あれ？地上の敵を捕捉する。あ、空対地ミサイルあるじゃん。はさ、ロックしっぱなしで発射の方がいいかもしれない。ロックしっぱなしにしてロックしたら自動射出みたいなの方がいい気がする。でロックしっぱなしとかハード。爆弾とりあえずなんか普通装備いってみよう。さっきのさ破壊ミッションとか脱出まで欲しいね。敵を無視して突っ込んでいくじゃん。またそこを戻ってくるみたいなの欲しい。生還までがミッションです。落ちたヘリを攻撃してね。どうせ。これ最初の体験版に行ったやつ。ヘリ攻撃した。こいつ爆弾効くのかな。爆弾効いた。よし、とりあえず体験版全クリしたようだ。新たな装備が可能になりました。
これ武器選択は良くないな、もうちょっと分かりやすくしてこれ右空いてるしさ、ずらーって出してリスト、あのこう押したらこうなんかこう一覧が表示される系、あカーソル合わせたらこっち出てくるか、これが3番、あと報酬とか欲しいよね、爆弾最強っすね。あ、落とされた。くそ、爆弾狙いすぎた。ということで、地獄のヘリコマンドでした。あとさ、あのミッション内に隠し武器とか欲しいよね。あのミッションの中にもなんか特殊ミッションみたいなの欲しいよね。隠しミッション的な。妄想は膨らむ。それをああプロペラロン欲しいね。あとやっぱあとなんかでかいダメージを食らった時の制御不能感をもうちょっと欲しいかもしれない。煉獄感なんか違う名前それ煉獄感。じゃあ、じゃあ CCSB にしようかな。ヘリコマンド早く作ってよ。
急に九郎先生来たな。コミケで会場でちょっとプレイしたんで、変更点があるみたいです。ショットメッパ入ってん、回転メファー打ち放題になって回転に制限がかかったらしい。間違えた。間違えた、回転方向間違えた。俺の思ってる方向と逆の回転するな。やっぱ思ってた方向と逆回転。外した。あれ間に合ってね。
ちゃった。ゲームクリア。まだスコアアップデートとかないの？おまけ。セレッソン、では次はこの流れでいったら次はマテマテだよね。ついに出ました、マテマテレーザーコレクション。C85 ってサブタイトルなしだったの？今年は、スーパーマテラティレーザー、スーパーエキストラクールですね。待って、マテコレって書いてあるよ。マテコレってスーパーマテマテレーザーコレクション、ちゃんと書いてあるの？確か、そう。11作目なのか。おまけの待て待て。とりあえず最新版コピー。毎回新作だから、ね、ではとりあえず C86 番。おはようございます、ご主人様。はい、おはようございます。ショットピットダッシュメニュープルプル。結局お使いに出されてしまいました。くらえ、や、邪魔、お願い、や、あ、邪魔、あ、あ、えい、えい、は、あ、は、どうなって待て、あ、えい。死なないんだわ。サイドなんかすることによって気をつけてる。発射中にサイド。こうか。そんな機能今までなかった。
ジャンプ。えい。サインとしよう。くらい。や。や。えい。は。あ。や。や。あれ。ジャンプ。えい。は。やった。おばばばば。さんくらえ。レベル3結構出てるのに硬いな。強化の受付時間短いな。ユートリを充実させておくべきでした。ん？なんか違う？あ、敵の暗い。6個目だ。邪魔。一旦の攻撃で敵の仕事を破壊しましょう。おやすみ。あ、そんなあったのか。なさい。また行くことになるの。や。削れてるからいいかなみたいな感じで殴ってたけど。こいつえいはあやなあくらえややはえいやじゃんはくらえやえいじゃんくらえはやじゃんやくらえ。あ。いや。邪魔。あ。は。うん。えい。や。また。会えるよね。結局お使いに出されてしまいました。は。や。くらえ。えい。は。100% にしてくらえ、やくらえ、やじゃんくらえ、はっ、あー、やるね。こうか。くらえ、はっ、
ジャンプ。ありがとう。あれ削れない。ごめんなさい。そうね。また私も。いや。暗い。痛いわ。これでどう？お願い。あ、なんかあるのか。いけ。あ、2ボタンがあったのね。お願い、いけ。おやすみなさい。また行くことになるの。くらえ。また会えるよね。結局お使いに出されてしまいました。邪魔。や、痛いわ。いや、ありがとう。あれ？ごめんなさい。そうね、また私も。暗い。はっ、うん、邪魔。お願い、お休みなさい。また行くことになるの。連打したらプレイヤーいなくなっちゃった結局お使いに出されてしまいました。もうダメだ。メイドさんがいなくなってしまった。ということで、マテマテレーザーでした。よし、あと1本ぐらいいけるかな。なんか、決定機連打してたら、ああなっちゃった。あ、じゃあ最後に、前回から大して変わってないからやんなくていいよって言われた夜行が686体験版やろうと思います。配信で別にやんなくていいよって言われたんだけど、まあちょっと変更点はほとんどないって言ってます。もうまたフォルダがない。
ということで、あ、リセットしちゃった。あれなんか途中からできる。あれなんかキャラが、あ、そうか、前のってなんだっけ、暫定の時期ぐらいだった。人V 破壊を狙うのはセオリーすぎて、手を狙うのは
解は。あるんだ、反射弾持ってんの。反射弾使えた。前に進んでるから進んでった。武器あるのか。なんだ。でもなんかそうく。暗すぎてさ、これまださ、アンロックしてないのかなとかちょっと思っちゃって武器やはり爆発だろ。俺これなんかさ、一瞬さ右と左かと思ってた左攻撃と右攻撃どうしようかなとか考えてた。このゲームアストロポートじゃなかった別武器が出そうじゃん。出そうじゃん。
隊みたいな、この敵は確かにづらいな。はい、あたり敵の動きはちょっと挙動不審。上に行こうだろうな。毎回突っ込むんだよな、パイロット。よし、こうした。どこで貯めようかな、どこで貯めようかな。倒したことある？
いや、このボスを倒して終わりですよ。倒してない。あ、どうする。そしてあっさりする。よし。では、ありがとうございました。録音を停止します。